この楽しそうな雰囲気とてもいいですね。ということで、横顎にしね、続きからやっていきましょう。前回の続きで今回は旅館で過ごすをプレイしていきましょう。せっかく来たんだから温泉に入らないとな。だね。わあ、いいっすね。露天風呂とかサウナとかいろいろあるらしいっすよ。前は急げ、レッツゴーっす。セクシー入浴シーン来るか、これ。こうなそうだ。あ、これ俺多分正解ルート踏んでるな。これはかわいい。はあ、気持ちいいっすね。あ、ここの温泉、血行促進効果とか美肌効果とかありますよ。へえ、いいの。湯加減もちょうどいいし、いいとこだ、ほんと。眺めもいいっすね。なんだか怪異と戦ってる日々が嘘みたいっす。三上がうちに来て1年くらいだっけ。時間が経つのは早いな。私も1年とは思えないくらい濃い時間を過ごした気分っすね。体感時間5年みたいな。まだまだ頑張るつもりなんで、先輩もちゃんとそばにいてくださいよ。お、この遠回しに死んじゃダメだよって言ってくれるのがまた響くね。優しい。あ、これは恋愛感情抜きだとしてもって感じで、かわいい。はは、ちゃんとわかってるよ。で、さっきから気になってたんだけど、風呂に入る時も外さないんだな、首は。え、あー、これっすか。はは、これ所長からどんな時も外すなって言われてて、これ多分能力を封じ込めてる系のやつだ。変態みたいだなって思いました。ああ、何笑ってんすか。ごめんごめん、まさかそこまで律儀に守るってことは。本当に外したら大変なんすから、先輩は外したとこ見たことないから笑えるんすよ。へえ、今外すのもアウト。ダメっすよ、私の話聞いてました。冗談だよ、のぼせそうだし私は先に上がってるね。三上もほどほどにな。あ、はい。結局髪を乾かしていたら三上より遅くなってしまった。おい、これでとりあえず終了だね、1日目は。ふう、温泉気持ちよかったな。ポカポカする。所長と三上は先に上がったんだっけ。そういえばそろそろ夕飯の時間だった気がするな。お、何が出るかな。確か移動中に三上が今日行くところの懐石料理めちゃくちゃ豪華らしいっすよと言っていた気がする。ただいま戻りました。おお、おいしそう。客室の戸を開けた途端、食欲をそそる匂いが胃を刺激する。これはお酒が進むな。ああ、先輩もう料理来てますよ。めちゃくちゃおいしそうっすよ。うわ、本当においしそう。机には山菜と海鮮山盛りの鍋に茶碗蒸し味噌汁寿司エトセトラ、贅沢ここに極まれりと言われんばかりの料理が並んでいる。カオルくん、これ本当に美味しいよ。こんなの久々だな。所長に勧められて茹で上がったエビを口にする。危ない、たった一口で涙が出そうになるところだった。そんなに美味しいの？ちょっと食べてみたいな。そういえば3人でこういう旅行に行くのとか何気に初じゃないですか。こればっかりは藤野のジジイに感謝だね。まあ操作はしないけど、あいつの頼みを聞くとかごめんだね。はあ、本当にいいんすか、そんな感じで。いいのいいの、向こうも私が素直に従うとか思ってないだろうし、気長にやろうよってことで。今までだってあいつの依頼でいろんなとこ行かされたしね。たまにはいいでしょ。いろんなとこって海外もすか。ああ、海外か。あれはあれで楽しいのだけど、帰ってくる時に妙なのを連れてくることだってあるんだよ。あのじいさんはそのあたりが分かってないというかね。海外と日本じゃ勝手が違うところがあるからさ、こっちのルールが通用しないことだって当然あるわけですよ。会議絡みでもそうでもなくてもね。当たり前だけど、払い方も取り憑かれ方も万国共通なんてことはありえないのさ。なるほど。外来種タイプの会議はそこがめんどくさいんだよ。いちいち対処法を調べ上げないといけないからね。これエマのことかな。三上くんに首輪をつけて経過観察をしているのだってそういうことだ。三上も海外なの？人道は海外ルーツの怪異だからね。じっくり対処法を探っていくしかないんだ。所長の視線を感じた三上が照れくさそうに首輪をかく。かわいい。経過観察といっても大したことはしてないけどね。
その首輪だって人狼の力を一時的に封じるものでしかないし、所詮は三上くんがうまく自分の力をコントロールできるようになるまでの枷ってことだよね。まあ気楽に飲んでゆっくりしようよ。せっかくの温泉なんだし、脱臼でもしよう。もう堪能してる。そう言って所長がエビを頬張る。のんきだなと思いつつも、久々のごちそうによだれが止まらないのも事実。いっぱい食べような。ここは藤野に甘えて満喫させてもらおう。夕飯を満喫した後、3人で卓球をして楽しんだ。何事もなく普通に一日が終わりそうだぞ。おお、どんどん日付進んでいく。三上ルート大丈夫？すげえ勢いで日にち進んでいくんだけど。これまた選択肢来る？あ、まだだった。はあ、いい朝だな。町の喧騒から離れて旅館でのんびりって最高だな。軽くあくびをして支度を済ませる。さて、今日は何をしようか。あれ、減った。何が減った？あ、調査が減った。あ、旅館で過ごそうやったから、もう本当に何もしないルートに入ったってことなのかな。そういうこと？じゃあそのまま旅館で過ごすか。はい。あれ？おや、大浴場にでも行くのかい？せっかくなら私と一緒に入りに行かないかい？いいよ。三上くんはマッサージの方に行っちゃったからさ。これ所長とラブラブルート？カポン。おいおいおい、いいのか今回のルート、すごくね？ふう、いい湯加減。極楽極楽ってね。こんないいところを抑えてくれるなんて、あのじいさんもセンスいいね。そういえば前々から気になってたんですけど、三上の首輪って所長の趣味ですか？え、そういう話？ん？首輪？いやいや、私にそんな趣味ないよ。あれは三上くんの力を制御するための呪具ってだけだよ。だよね。三上くんが私の許可なしに人狼の力を使おうとしたら、麻酔針が刺さる仕組みなんだ。あ、そういうこと？麻酔って結構物騒というか。これは彼女のためでもあるからね。コントロールできない力を使うのは肉体的にも精神的にも良くないことだから。これ、君にも言えることだからね。君の言霊は万能だけれど、その分たった一言で全てを変えてしまう危うさもある。日常も生き方も世界の在り方も何もかも。私が心配なのは変わってしまうことじゃなくて、君が精神的に追い詰められやしないかってこと。普遍的なものは存在しない。けどね、それで君が傷つくのだけは嫌なんだ。君は誰にも気づかれずに全てを改変できるけど、何もかもを変えてしまった後、君は正気でいられるのかな？なんてね、ちょっと変な話だったね。私は先に上がってるよ。また後で。言霊の危うさか。ただギフと過ごしていただけだというのに、いつの間にか身についてしまった力。身に余る力だけど、責任感くらいは持たなくては。きっと私にはそれくらいしかできないし。おい、ちょっと、やっぱ一日を楽しく過ごすルートで終わりそうだ。でもやっぱ天門さんいい人だよな、うん、みんなの心配ずっとしてる。明日には帰るのか。まあ捜査は帰りがけにやればいいかな。本当にもう終わりそう。所長も藤野もあんまり危険視してなかったみたいだし、意外と重要でもないのかも。のか思ってたら、三上がまたむごい殺され方してんじゃねえのかこれ。まあいいか、お風呂ももう一回入ってこよう。行っちゃった。なんだなんだなんだ。なになにです。昨晩丸々県時の市時の山で大規模な土砂崩れが発生しました。現在も救出作業が続いており、犠牲者の数は、おい、犠牲者になってんだろこれ。正解ルート踏んだと思ったのに、そしてみんないなくなった。とんでもな。あ、その旅館ごと自殺のスポットにされたってことなのか。藤野とんでもねえの持ってきたな。じゃあ1日目からもうこれ調査行かないといけないんだ。入浴シーン手に入ったから正解ルートかと思ったわ。さて、このエンドに初めてたどり着いたのならさぞびっくりしたことだろう。あれ、
2日目以降に操作の選択肢がないけど大丈夫ですか？というか土砂崩れでみんな死ぬとか適当すぎませんか？などと思ったことだろう。全くもってその通りだ。そしてこのエンドが2回目の底の君、ご愁傷様。つまりはそういうことなんだよ。三上ルートはとても特殊な仕組みをしているんだ。なんてことは、選択肢でもうガラッとお話が変わってしまうくらいにね。とりあえず違和感に従って選択肢を選び直すことをお勧めするよ。まあ土砂崩れ以外の終わり方もあるといえばあるが、相当変なプレイをしないといけないからね。同じことを繰り返すとかナンセンスだと思うが、まあ運が良ければまたここのコーナーで会おう。それではグッドラック。終わった。じゃあこれ一回散歩行ってみる？そっちのルート踏んでみるか。はいはいはい。じゃあ一応旅館で過ごすルートで終わったから、今回散歩に行くルート行ってみようか。散歩に行く。これ三上には会えた。あ、先輩外出るんすか？私も行きます。なかなか雰囲気ありますね。道も意外と整備されてるし、まさに秘境観光って感じっす。三上が楽しそうで何よりだよ。山って懐かしいな。昔はよく父さんと野山を駆け回ってたな、万博。そういえば先輩って山育ちでしたっけ？例の神様に育てられたとか言う。そうそう、5歳の時までは山の神様に育てられて、それ以降は東郷院の養子って感じで。何度聞いてもフィクションみたいな話っすね。全部偶然だよ。運よく拾われて今もまだ生きてるってだけ。ん？あれは誰かいる？あ、滝みたいっすね。おお、あっかん。うーん、神秘的っすね。散歩で思わぬ収穫って感じっす。おー、え？動物の鳴き声っすかね。どれだけ人が手を加えていても山は山だからな。何かに出くわさないうちに宿に戻ろう。これちょっと、あー、これそのまま土砂に巻き込まれて終わりそう。明日には帰るのか？まあそうだ、帰りかけにやればいいか。あ、終わる。これ絶対終わる。お風呂も一回入ってこよう。終わるんでしょう。終わったー。もう予想通り。オッケー。んー、じゃあやっぱ最初の調査に来ると見るしかねえもんな。じゃあそこまで一回移動します。はいはいはい。じゃあ調査に行ってみようか。あ、でもな、もうここまで来たら散歩行く？正解ルート踏まないで散歩行ってみよう。三上と旅館周辺を散歩することにした。なかなか雰囲気ありますね。道も意外と整備されてるし、まさに秘境観光って感じっす。三上が楽しそうで何よりだよ。あれ、なんかこれ知ってるルートじゃね？あ、でもスキップはできない。例の神様に育てられたっていうか、そうそう、5歳の時まで山の神様にそれまで養子で。読んでるよね。読んでる読んでる。これ黙ってあれじゃね？これ黙って外れルートなんじゃね？持って温泉入って過ごした。ポカポカする。そういえば夕飯の時間だった気がするな。変わらない。でもスキップ、あ、できた。変化しないんじゃねこれ。やっぱもう黙って調査に行って、そのまま行くしかねえんか。こっちはもうただ単純に、一日過ごして最後全滅ルートってことか。物騒だよな、最後全滅。うわ、そういうことだね。よし、やっぱ調査に行こう。はいはい、戻ってきた。じゃあ困り顔の三上と一緒に調査に行くよ。こっからガラッと雰囲気が変わると、 BGM もガラッと変わったね。やっぱり捜査に行くべきだと思う。怪しい連中が関わっていて、それが怪異や大麻し絡みなら私たちが動くべきだ。真面目。何より死ぬかもしれない人の存在を知っていて何もしないのは柄じゃない。そうっすか。ならもちろん私もついていくっす。好きな人が危険なとこに行くっていうのについてかないとか、それこそ柄じゃないっすから。ぐいぐい行くね、アピールしてく。あ、返事はまだですけど、それはそれとしてみたいな。うん、ありがとう。三上がいると頼もしいよ。あ、所長。むむ、何やら怪しげな会話が聞こえてきたが、怪しげか。まさかあのじいさんの言う通り調査に行く気じゃないだろうな。あんな無茶ぶりじいさんの言うことを聞く必要なんてないよ。
それも宿に来て初日に行くなんてナンセンスだよ。もっと温泉満喫してダラダラ漫画読んで卓球してマッサージ機で日頃の疲れを取ってからじゃないか。でもそれだと所長がいつも言ってる探偵ならまずは行動のルールから外れますよなんていう真面目仕事人間。それを言われると弱い。確かにそのルールから外れるのは探偵としてナンセンスだ。まあじいさんもこっちがちゃんと調査してくるとは思っていないだろうし。調査を許可しよう。一応私はここで留守番をしてるよ。何かあった時に動ける人間がいた方がいいからね。例のオフ会はここから少し山を下った場所にある山小屋で行われるらしい。くれぐれも危険だと感じたら必ず連絡するように。でもそれを止めないと土砂に巻き込まれて全滅でしょ？やべえな。と言っても、カオルくんと三上くんがいるなら大丈夫だと思うがね。ええ、頼れる後輩がいますから。では、行ってきます。行っちゃった。君らしいといえば、君らしいね。じゃあ、調査頑張ってくるよ。また新しい人物出てくんじゃない？今回。確か、このあたり。あ、見えましたよ。山小屋っぽいの。三上は指を指した先にはもう何年も使われていないような古臭い山小屋があった。その周辺にはある一点を除いて何の共通点もなさそうな人たちが立ち尽くしている。え？学生らしき少女、くたびれたスーツ姿の男、主婦らしき女、還暦手前の男、誰もが誰もが沼の底のような暗い瞳をしている。大丈夫か？大丈夫ないか。大丈夫ないからここに集まってんだもんな。先輩、小屋の中、外にいる人たちの2-3倍、あ、いや、もっといます。え？三上はすんと鼻を鳴らし耳打ちする。でもあの小屋そんなに人が入るんすかね。聞けばきっとわかるよ。すみません、例の書き込みを見てきたんですけど、会場ってここで合ってますか？ああ、自殺オフ会か。会場ってそんな大したものじゃないけど。ねえ、あんた、主催の人知らない？私たちもう30分もここで待たされてるんだけど。掲示板に書いてあった通りの時間に来たのに、新幹線とバスを乗り継いで来たのに、楽に死ねるって言うから来たのに。怒ってる。やっぱ私の人生っていつもこう、うまくいかないんだ。お、誰が来たっけ？え、何？あー、お待たせしました。誰誰？物音がした方を向くと、小屋の中から20歳前後くらいの少女が現れた。少女？え、あれ？生きてる？え、どういうこと？なんで？どういうルートこれ？どうも、今回の幹事、主催者の美咲と申します。え、どういうこと？遅れてしまい申し訳ありません。少々準備に手間取りまして。え？この子がオフ会の主催者？それにしては雰囲気が独特というか、同業者の匂いがする。あ、こっちルートはこの三崎薫という存在知らないってこと。でもプロローグで殺してるよね。え、どういうこと？おや？リストにない方もいるみたいですね。ああ、責めてるわけではありませんよ。誰だって死にたくなる瞬間はありますから。飛び入り参加、全然 OK、 むしろ大歓迎です。どうぞ中へ。え？唐突すぎるんですけど。さあさあ、お座りください。やっぱり私、やめておきます。いざ死ぬってなったら、怖くなってきて。あ、怖い。もうすでにこの人怖い。はあ？俺も、なんか、みんなの話を聞いてたら、自分が悩んでたことって、ちっぽけな悩みなのかなって。はあ？怖っ。皆さん消えたいのですよね。そうですよね。だからここに来た。違いますか？それは、そうですけど。安心してください。皆さんの悩みはちっぽけな悩みなんかじゃありません。どれだけバカバカしくても当事者にとってそれはとてもとてもとても辛くて苦しくて仕方がないことなんですから。現実から逃れたい？大いに結構。痛みから逃れたい？大いに結構。やばい。おー、インパクトがすごすぎる表情の。
未来から逃れたい？大いに結構。先輩、なんかこの人。どうして自分だけが不幸なのかと考えたことありますよね。ああ、皆さんのそのもう生きることに意味を見出してない目。わかります、わかりますよ。私も同じですから。社会は厳しいですよね。息苦しいですよね。生きづらいですよね。他人の顔色を伺うのも、理不尽なことを我慢するのも、ダメな自分を自覚させられちゃうのも。でも、こうも思いますよね。自分だけが苦しむのは不平等じゃないかって。みんな平等に苦しむべきじゃないかって。だから、消える前にみんなに私たちと同じ苦しみを与えましょう。窒息しそうなくらい息苦しくて、濁流みたいに襲いかかる激痛を。そうすれば最後はみんな平等に最悪で最高な状態で天に登れるとは思いませんか？この女は何の話をしている？自殺オフ会じゃないのか？なぜ他者を巻き込む話に飛躍しているんだ？ネズミちゃんもすぐに理解しますよ。この世からいなくなることの素晴らしさをね。怖すぎ。先輩、この子。洗脳系な何かか？そこで私の意識は途切れた。あ、やばい。これもしかして大ピンチ？ひどい空腹感で目を覚ます。しかし視界に光が差し込むことはなく、ただ深淵のような暗闇があるだけだった。あや、深淵とか言ってる場合ではなく、気絶してたのか？なら今日は何日だ？え、そんなに？そうだ、重要なのはどれくらい気絶していたかだ。私の命のタイムリミットは4月24日4時44分44秒。気絶していた時間によっては刻限まであがけない可能性がある。あ、怯えてる。いやだ、怖いよ。あ、これもしかしてもう生き埋めになってる状態か？お腹が空いたよ。どうして誰も助けてくれないの？死にたい。もう死に、怯えなくて済むのなら、このまま死んでしまいたい。もう強制的に死に誘導してるじゃん。強がりなんてしたくない。怖いよ。怖い。やだ。やだ、やだ。うるさい。黙ってろ。私がみんなを巻き込んで、みんな、私のせいで。三上だって困らせた。気持ちに応えられないって分かっていながら突き放せなかった。これ心の声じゃん。なんだ、自分の闇と対峙させて心を折るみたいなトラップか。可愛い後輩を出しに使うとかムカつくな。第一、もう死は目前なんだからうだうだ言うな。お、起きた。煩わしい声に半ば自暴自棄になりながら振り上げた拳が何かを貫く。その瞬間ぼんやりとした光が暗闇に差し込んだ。さっと拳を元に戻し息を潜める。浮かれるな。もしもここが敵陣ならこの音を聞いて誰かが来てしまうかもしれない。怖いな。大丈夫そう？一向に誰も来る気配がない。私だったら事務所でこんな物音がしたら駆けつけないわけがないのに。案外人手不足なんだろうか。いや、そもそも自殺オフ会に人手なんてものが必要なのか。足音がしないかもう一度確認してから頭上の蓋を開けた。なんだここ、え、倉庫。視界に飛び込んできたのは箱箱箱箱箱。もしもひ、ん、間違えた。それも人一人入りそうな大きさの箱ばかりだ。ああ、その中にみんな入ってるってこと。あまりにも異質な光景に気をされそうになる。だがそれよりも気味が悪いのは、無数の何かを引っかくような音と、地響きのような薄気味悪い音だ。これ、人のうめき声だ。一人や二人なんかじゃない。この箱の中に人が詰められているんだ。一体、何のために？どうして、こんなところに？え？は？
音がした方を向くと、私が入っていた箱より右手側にある箱から腕が突き出ていた。これ三上だろ。その腕は何度も出ては引っ込みを繰り返し、箱に開いた穴を広げていく。せめてそこは羊喫茶だろうが。誰だ？なんでいるの？は？は？おい、なんでお前がここに？いやもうこっちのセリフ。なんで君こんなとこいんの？それはこっちのセリフ。というかこんなところでもその格好なんだ。仕方ねえだろ、仕事着なんだから。こんな見た目だけど強い霊力で作られたやつらしいからよ。邪気もちょっとした衝撃も跳ねのけられるって寸法よ。あ、じゃあまあ来ざるを得ないってことか。それ国虎が作ったのか。国虎？また新キャラ？そうだけどよお前。ああそういうこと。東井さんのこと名前で呼んでいいのか。義理のお父さんの名前が国虎なんだ。あんな放浪癖があるろくでなしでも世間一般でいう育ての親だからね。それでも普通親父とかお父さんとか呼ばないか。あ、もしかしてパパ派か。それも違う。私の父は後にも先にも一人、あや神様なわけだから一柱か。とにかく私にとっての父は義父だけだ。あれは違う。今の言葉を聞いたらあの人泣くぜ。それより三上を見てないか。私と一緒に連れられてきたはずだ。俺も今出てきたばっかだっつーの。てかこの箱のどこかにはいいんだろう。いやだいやだ、助けて神様神様。これ三上？俺が何をしたって言うんだ。あ、時の様。私がしたんじゃない。違う違う。ここから見つけ出すの大変そう。この中から。まあどっかには。まあいいか、しらみつぶしで当たればいいから。誰だ。はい、入ってます。面白すぎだろ返事の仕方。入ってるらしい。お前マジでこのノリで探すのか。三上とお前は同時期に捕まったんだろ。なら案外近くにいたりするんじゃねえの。言われてみれば確かに。いこい、誰だ誰だ。なんだか聞き覚えのある声が。この辺かな。あ、え、ごめんなさい。なんか謝られた。お、ビンゴ。箱の蓋を外し、中を覗き込む。予想通り箱の中にはうずくまる三上がいた。え、先輩？でも今私のこと嫌いだって。ああ、悪夢にうなされてたやつ。一体何を見せられてたんだ。私が三上を嫌いになるわけがないでしょ。うーん、喜ぶべきなのに複雑な感覚。あと、なんでこんなところに極楽の人がいるんすか。本当にな。そうね、理由は後で聞くとして、まずはここを離れよ。結構大きい声出しちゃったし、人が来るかもしれない。ということはこのメンバーで今回は調査するってことか。意外すぎるメンツ。人がいないか確認しながら近くの倉庫へと逃げ込んだ。お、非常食発見。お前らも食っとけよ、腹が減ってはなんとやらだ。ありがとうございます。じゃあ早速、お前らはなんでここに。藤野春明の依頼で自殺オフ会の調査に。ジュグレンタルの噂聞いたことあるでしょ。それが自殺オフ会と関係してるはずだから潜入してこいって言われてさ。はあ、お前らも大変だな。カルマちゃんは。律儀にちゃん付けしなくていいっての。こっちも依頼で潜入してるが、お前らとは別口での依頼だな。依頼主は。バカが、言えるわけねえだろ。顧客の情報は売れねえ、そういう決まりだからな。依頼できたのはわかるんですけど、あそこにいたってことは。潜入失敗して捕まっちゃったってことっすよね。そうなるね、現実を叩きつけたね。失敗したんだね。たまたま眠くなっただけだし。お香を食らっちゃったわけね。やめろ三上、そんな目で見るんじゃない。こうなった経緯はもういいだろう。重要なのは
これからどうするかだ。お前ら自殺オフ会の話しか聞かされてないんだろ。天門も藤野もそれ以上のことは知らないはずだ。ここがどこかも、ここが何をしているのかも。依頼主だけは教えられねえが、それ以外で俺が知ってる事実くらいは教えてやる。味方は多い方がいいからな。ありがとう。正直言って助かるよ。極楽のメイドが味方なら心強い。おお、なんか調子狂うな。期待されてるんやで。とりあえずまずは現状確認だな。端的に言えばここは宗教施設だ。ジュグレンタルサイト、ロロ類の大元、それがここ、かなちょ兄弟、急にどうした？あ？なんて？かなちょ兄弟、急にどうした？お前ふざけ出したのか？先輩、言えないならいいんすよ。その、かなーちゅ教は、どういうところなんですか？本当にどういうところ？かなーちゅ教は、やめろその早口言葉みたいな感じ。時のつ神を崇める信仰宗教だ。なるほど。その活動は、布教ボランティア、ジュグレンタルって感じで、いろいろやってる。はいはい。ところでお前ら、神様って信じるか？存在はする。何しろ私はそれに育てられたおかげで規格外の言霊が使えるのだからな。まあ確かに。まあお前はそうだろうな。じゃあ三上の方は？先輩に出会う前までは半信半疑でした。それはお参りとかはしますけど、それだって自己満足みたいなものだと。まあそんなとこだよな。神ってのは案外簡単に作れる偽物だけど。え？確かにカルマちゃんの言う通り、神という存在を知るのは、作るのは不可能に近いが、神という名の怪異を作ることは容易だ。怪異は人の認知によって歪み生まれる。これもまた怪異のルールの一つだ。もちろん偽物の神を信仰する団体だって作ろうと思えば簡単に作れちまう。マインドコントロールってやつさ。必要以上に不安を煽ったり、あの人のおかげで変われたとか言ったりな。ああ、はいはいはい、よく聞くね、それ。それで居場所のない人間に場所を与えて依存させるんだ。ここしかないってな。別に何を信じるかを否定するわけじゃない。そういう場所が必要な人間もいるだろうよ。でもな、ここはその一線すらも遠に越えてやがる。洗脳した人間を使って呪具の調達と売買なんてもんをしてやがる。ただの人間がだぞ。とんでもないな。三上ルートすげえな。敵がなんかだいぶでかいんだけど。第一呪具のレンタルなんてご法度なんてもんじゃねえ。禁忌っつったっていい。呪具はあるだけで周囲に悪影響を及ぼす。耐性のない人間には過ぎた毒だ。つまりここはろくでもない詐欺集団のアジトってことか。そういうこと。そんで俺はここにある呪具をぶっ壊しに来たってわけ。依頼主は言わないのに内容はいいんすね。あ、まあ依頼主さえ言わなきゃいいからよ。聞きたいことがあるんだけど、カルマちゃんがここに潜入したのはいつ？ウチョなんとか教は確かに危険な団体かもしれない。だが、それ以上に私にとって重要なのは、今がいつなのかだ。スマホは捕まった時に取り上げられてしまったらしく、時間の確認はできそうにない、なんて答え。最悪なことに、この部屋には時計が取り付けられていない。今が何時かもわからずか。俺が潜入したのが22日の夜だったから、腹の減り具合的に1日くらい経ってそうだな。すごいね、お腹の時計。空腹度で、そんなわかるんすね。腹時計万能。リンネの野郎に叩き込まれたからな。これくらい余裕ってもんよ。意外と重要なんだ、叩き込まれるってことは。まずい。それが本当なら非常にまずい。私たちが捜査に出かけたのは21日。カルマちゃんが潜入したのは22日の夜。そこから1日経っているのなら。
今日はおそらく23日の夜。時間によってはあと数時間しか残されていないことになる。先輩、顔色が…が、ない。ん？あ、違うか。つっていたのか。死ぬまで時間がない。時間がわからないことには。ん？なんだ？時間が知りたいのか？え？わかるんすか？まあな、俺もスマホとか取り上げられちまったけど、秘密兵器があるんだな、これが。なになに？よし、ちょっと吐くから待ってな。え？今、なんと？腹の中に隠してたの？うえ、ゲー。よし、出たぞ。秘密兵器が入ってる札だ。え？え、それ吐いたやつっすよね。潜入時に胃の中に道具を入れておくのは常識だぜ。なるほど。まあ札の仕組みは王女が持ってる刀と同じだな。確か道院さん譲りの収納法だったっけ。確かにカルマちゃんが持ってるベチャベチャの札は普段私が刀を収納している札と酷似しているベチャベチャだけどな。よし、取り出すぞ。見ろ、リンネ特製ピコピコくん3億だ。リンネさんは発明家なんすね。ちなみに1号2号は俺がぶっ壊した。カルマさんは破壊神なんすね。それでそのピコピコくん3号で時間の確認はできる？ああ、結構正確なんだぜ。今はん？なんだこれ、なんか時間の表記がおしゃれなんだけど。え？ってかやばくね？24日0時4分、あと4時間40分。おい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 、もう全然時間ないじゃん。先輩。深く深く深呼吸をして、乱れる心を落ち着かせる。あと4時間40分しかない。なら、恐怖を無理やり押さえつけてでも、あがくしかない。なんでもない。時間が分かったなら、それでいい。カルマちゃん、続けて。時計以外にも、もっと重要な機能があるんでしょ？すげえな、お前。あの人の容姿なだけあるぜ。まあ、他の機能っつったら、これに付属してついてくる針に糸をつけて対象に植え込むと、はいはい。あ、やべ、なんかバレた。おい、誰かそこにいるのか？そこは使われていない倉庫だろ。何して？やば！グエ！あ、速攻倒した。とさに三上が男を引きずり込み、ギリギリと締め上げる。女の子とはいえ三上は半分人狼だ。締め上げられた男はいとも簡単に気を失った。くぅ、かっけー。あ、聞き出す前に気絶させちゃいました。まあ何か手がかりがないか探してみよう。ほら、身分証とか何かあるかもしれないし。試しに男の体をまさぐってみる。ティッシュ、カードキー、女児向けみたいな人形。あー、これは三崎薫が持ってた人形じゃね。カードキー以外はろくなものがない。うわ、ちっちゃ。名前わかりそうなものって言ったらこのカードキーくらいっすかね。ほら、いつきさとるって書いてます。いつきさとる、カードキーか。なおさらちょうどいいぜ。え、いい材料が手に入ったってことだよ。見てな。カルマちゃんが捕らえられた信者に針を埋め込み、ピコピコくんを操作する。すると気絶していたはずの信者が一人でに動き出した。俺、サンゴについているマイクに何か話しかけてみろ。三上は超有能後輩だ。三上は超有能後輩だ。おお、喋ってる。この通り、針さえ刺せば簡単に人間を操れちまう優れ者ってわけだ。まあ気絶してないと無理だけどよ。視界は結構荒いけど、それなりにわかるようにはなってる。すごくね。おお、なんか昔の脱出ゲームやってる雰囲気。それとこの画面にはイージー、ノーマル、ハードって出てるのがわかるか？え、どこに出てんの？ああ、あったあったあった。どういうこと？イージーは動作だけ、ノーマルは簡単な会話、ハードは集中力が必要だけど、本当に生きてるみたいに動かせるモードだ。残念ながらハードは俺しか使えない。細かいし一人しか操れないからな。なるほど。そんな難しいものなんだね。ここぞって時に俺が使う。だから今回はお前らがやってみろ。俺は糸の管理をする係な。悪いな、王女。時間がないってのに仲話しちまって。まあ本当に死ぬとはまだ限らないからな。構わない。むしろここからだよ。
落ち着いて事態を把握しないと何も始まらない。さ、やるぞ。探偵らしく調査開始だ。これであのピコピコくんで調査していくってこと？なんかゲーム性一気に変わった。これノーマルとかハードは？ああ、なるほどね。ここで操作をいろいろとしていくわけか。わかりました。じゃあ、釘に応じて一旦ここまでにしましょうかね。なんか楽しいゲーム始まっちゃいましたね。これでうまいこと脱出頑張っていきたいと思います。それでは一旦終わります。シアンでした。またね。